おはようございます。好きな YouTuber、たまさまです。本日は Twitter で話題の簡単レシピ料理を作ってみたいと思います。本日はですね、こちら。じゃん。きゅうりとトマトを使ってね、簡単なサラダを作ってみたいと思います。はい。じゃあまずね、トマトときゅうり切ってきます。はい、というわけでね、できたんでサラダ食べてみたいと思います。ツイッターの方だとツナ缶とか、あとまあ玉ねぎ、まあ刻んだねものとかも入れてもいいって書いてあったんで、僕はツナ缶を入れまして、こういう感じで、はい、食べてみたいと思います。いただきます。うん、美味しいですね。シンプルにすごいあっさりしてて、女性とかでもすごくバクバクいけそうな感じですね。うん、まあ濃い味ダメっていう方にはすごい向いてると思います。だしチキンも混ぜてはい、というわけで今日も飲むでしょう。ケピさあ、おいしい。うん、ぜひ皆さんもお酒のお供に、ぜひ皆さんもね、簡単にできる一品なんで、ご飯のおかずに作ってみてください。おいしくいただきます。じゃあ